こんにちは、アメタのむつみです。今日はね、ジルタガンガのディチャリっていうレストランがあるんですけど、前ここでねご飯を食べた動画をあげたと思うんですけど、実は今ここあのプール、池があったところがプールになって、今ローカルにすごい人気なんですよ。で、今もうアメッドでは猛暑で、もうめちゃくちゃ暑いんですよね。ということで子供と孫と連れてプールに入りに来ました。そう、ティルタガンガなんでね、田んぼの景色が綺麗なんですけど、前ここね動画であげたんで、レストランは同じなんですけど、この早速行ってみましょう。はい、降りるよ。結構広いよ。おー、すげーすげー、広い、すごいすごい。そう、ここがレストランで、さっきも2階のところもレストランなんですけど、この下が昔池があったんですけど、ここがプールになってます。すげえ、前と全然違う。あ、プール、あ、滑り台があるよ。木が染まる。ここがシャワーで、向こうが更衣室になってます。結構広い。滑り台もあります。はい、楽しかった。空で、空はプール入ってないけどな。はい、ここは水が結構冷たかったんで、やっぱり昼間のめちゃくちゃ暑い時に来て一日遊びに来たらいいかなと思います。ではこの暑さに耐えれない人はここに遊びに来てみてください。バイバイ。バイバイ。